ソリンケ都市ブロ研究室。あれどうした？また試合で負けた。最後10本もシュート外したからな。外しすぎじゃない？シュートは腕使うし腕立てやれば。とりあえず100回やるか。おーい、そこの単純たち、腕使うから腕立てって安直すぎるだろ。じゃあどうすれば。次の試合さ、来週だし。体幹の使い方を覚えるんだ。体幹？上半身がブレなくなってシュートのコントロールも良くなるぞ。じゃあ頑張って。お前もやるんだよ。え、2週間で変わる体幹トレ講座。まず体幹に使う筋肉はこの4つ。ここを引き締めることを常に意識。次にその4つを同時に鍛えられる腹式呼吸体操。さらに腹式呼吸を意識した腹筋10回させると。運動しない子もこれでくびれるからな。はあ、だから私もなんだ。やったー、ショー、すごいじゃない。シュートが決まるんだよ。ん、お前なんかシュッとしてね。この通りよ、姿勢も良くなったし綺麗になったな。芽生えてんじゃないわよ。詳しい体幹トレはウェブでチェック。